そう、ああ、なんかある。やってみるもんだな。マグネキャッチね。だから怪しいなって思うとこあったら、マグネキャッチとかさ、ビタロックとかやってみるとさ、ごめんごめんごめん。宝箱が適当になっちゃった。バネだ。いっぱい持ってるよ。止めて、ちょっと待って。まず爆弾2つは使おうかな。こうして、よし、いけ、よっしゃ。武器の耐久度ケチるために最大限まで爆弾をうまいこと利用したぜ。2発で済んだ体験。これでマップの情報がインストールされるみたいなこと言ってたね。うん、広すぎ。真珠操作、操作なんてできんの？操作が使えるようになりました。え、ちょっと待って、詳しく教えて、もっと足りない。真珠のマップを手に入れたの。はい、早速マップをよく見て。うん、光っている印が真珠バルッタを制御する端末。はあ、ははあ、ルッタを取り戻すためには制御端末を全部起動させないといけないの。なるほど、あと4つっつってたね。そうか、俺順番すっ飛ばして先にやっちゃったのか。じゃあ、あ、出れない。おら、うん、よっしゃみみっちいことをしている。うーん、どうしようかな。てか、思ったよりマップが分かりづらいです。これさ、ちょっと待って、おーん、鼻を動かすって何？あ、鼻の角度をこうやってずらせるってこと？あ、上がってる。まあちょっと今んとこ何に必要か分かんないから戻しとこう。ごめんごめん、戻っちゃう。あー、上行っちゃった、鼻。あー、戻ったかわいいうん、マップ見てもよくわかんねえか、とりあえず進んでみるしかねえな。これとかぶん殴れねえな。うん、あ、ちょっと待って待って、うお、ダメージ受けるんだが。はあ、厄介ですね。とりあえずもうとにかく足で探すか。おっ、あ、ガーディアンナイフだ。うん、いいもんくれんじゃん。ふう、せっかく今もらったし、ガーディアンナイフ装備しとこうかな。小回り効くし。なんかガーディアンナイフってガーディアンに対して効きやすいんじゃなかったっけ。で、あー、ここさっきのとこの上か、真上か。どこ行ったもんかな。とりあえず怪しいところは見てみるしかないよね、こういうので。特に何も沈んでない。ビタロックも反応しない。あ、ちょっと待てよ、この水車の感じは上行きそう、行けそうですね。行けるね。よしよしよし。あ、宝箱あんじゃん。いけねえ足んなかった。あれ、ちょっと待って、なんかあれ怪しいな。うん、怪しいな。お、いけた、なんとか。よし、ゲット。あ、お金だ。普通に嬉しい。うん、つか、なんか下も気になるな。やばいな、順序がわかんないな。あっち側も気になるしな。あれ、どうやって行くんだよ。降りてみようかな。とりあえず何があるかわかんないけど。なんだこれは。赤いラインも気になるけど。ああ、かざすとこあんな。なんだ
これ普通に起動するためのもん。シーカストーン確認しました。おー、そんなバカな。あ、これメイン制御装置、これ最後に来なきゃいけねえってこと。一番お尻んとこだね、肛門の近くですね、神獣様の。はあ、肛門付近にメイン端末があるってことはとりあえず覚えとくと良さそうだね。今は違うけど、ちょっとね、あの神獣の鼻を動かす機能何に使うのかなって考えたらひらめきが来たぞ。ちょっと上に動かしてみようか。この歯車動くんじゃねえの、鼻が動くと同時に。あ、全然動かねえな。あ、びっくりするほど動かねえわ。ん、ちょっと動くだろ普通。じゃあどうやって上に行くんだ。ちょっと待てよ、目いっぱいまで上に上げてやったら何か変わるかな。このフロアでも鼻めちゃくちゃ上がってっけど、あ、見えてきた見えてきた、一番上が。あ、水が流れてくんのね。はい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 。あ、ちょっと逆回転させたいな。その回転じゃ上いけねえから、こんぐらいにしたらちょうどよくなんないですか。お、悪くないね。ここに乗らせてもらう。うう、滑る滑る、よし、これで新しい世界が見えるぞ。で、めちゃくちゃ水かかるけどね。よっしゃ、俺は死ねえ。ギャッ、ゴリ押していってやろう。ガーディアンナイフだし。お、ガーディアンナイスだって。今ガーディアンナイスって言おうとしたな滑舌が悪くて美味しくなさそう。これ押したらどうなる。とにかく物は試してしょ。お、滝が出たってことはいつでも下から登れるってことだ。ナイスー、なるほどね。じゃあもうあの歯車無理して動かさなくてもいいんだな。あ、でもちょっと待ってよ。あの中にも行きたいね。ここで何かする必要あるでしょう。ビタロ、あ、ちょっと待って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 、あの弾はまった状態キープする必要ありそうだな。なんか宝箱あります。ちょっと待って、ここにずっといれば宝箱取れんじゃない。とりあえずちょっと、カメラワークめちゃくちゃになってごめんね。しょうがないんですよ。ギャー、よし、で今のうちに宝箱、おら、開け、うわ、こうだ、欲しかったやつ。これが3つあればビタロックも強化できるんだよね。あの子供ババアが強化してくれる。で、お、シャコーンって音がしたタイミング、このタイミングで一旦下げたいな。そしたらこの歯車も止まるっしょ。滝登りして、よいしょ、あ、ここにも宝箱、よし、騎士の槍、槍使いやすいからな、ガードがないけど。で、確認、あ、ちゃんと青くなってんな、あの歯車の中のやつ。ボールが収まった状態になっている。うん、この状態で止めたかった、よし。で、つかここに来るのも初めてだな。この先はなんだ、どうなってる。あれやっつければ消えんのかな。よっ、消えた、ヒュー、
ここってあこっち側か。待ってか、あそこにも宝箱ない？んちょっとあの宝箱今から開けようとしたらめんどくせえな。せっかくこれ止めたのに。しまったぞ。とりあえずあいつはやっつけとこう。こうすれば、うわちょっともうなんで接着しちゃうの？なんで接着しちゃうのよそこ。よっしゃ、手間かけさせ、噛んだわ。手間かけさせやがってすら噛んだわ。でこの先も行ってねえんだな。なんか行ってねえとこ だらけだな。困ったな。でまたちょうどいいとこで止めなきゃ。どうしよう、こっち行こうかな。この先はさすがに制御装置あるでしょう。あーちょっと待てよ、ちょっと降りんの勇気いるな。まあ花は動かせるからいいんだよな。スッと行って、あーちょっと待てもう、そうもう爆弾でどうにかしちゃおう。あ、いや、ちょっと待ってよ。あの目玉やんねえとダメなのか。くそ、もう。あ、消えたでも。あ、なんだ、あの邪悪なやつ消えても頭消えねえんだ、この骨。骨が浮いてるやつ。面倒だな。くそ。まんまと翻弄されてんな、俺。あれか、こういう時槍か。槍の方が当てやすそうだな。よっしゃ。あーもう手こずる羽目になったわ。庫内のシャフト、うん、散々拾いまくってるもんばっかだな、庫内のコア以外は。おお登れねえやこれ。一番下まで下げても登れねえか。どうしたもんかな。試すだけ試すか。もうこれ多分リンクが立っていらんないことになるよね。どこまで行くんだろう。おお、空落ちるわな。おお、てっぺんまで来ちゃった。てっぺんまで来ちゃえばさ、花の高度を一旦また下げればあそこまでパラセールで飛んでいけるってことだよね。象の花を下ろして、パラセールであそこまで行っちゃうか。よし、これで先っちょまで行ける。あれ、先っぽまで来たはいいけど、あ、これの裏側なのかよ制御装置。どうしよう、うまいこと裏側回れるかな。これで高度上げていけば、こうしてここにうまいこと、よし、これだ。でこれが平らになった時に認証すればいいわけだ。なぜか止まった。なぜか時が止まった。残りの制御端末はあと3個。3個っすね。てかこの一番先っぽのやつとか一番最後でもおかしくないんじゃないの。これ順番すっ飛ばしてない。あれはただの宝箱か。あれ、この黒いアメーバコアみたいなやつがないな。それ倒さないと解除されないんだよね。コア的なやつをどうにかしないと。どうしよう、
しまったな、反対側行けばよかったか。あ、反対側か。コア的なやつがあんの。こういう時あれだな、一心の弓の出番だな。長距離行けるから。ちょっとズームが強いんだよ。って言っても多少放物線描くから、やや上狙って。うわ、でも結構まっすぐ飛ぶな。あ、直で行けたわ。よし、あれ倒したらさ、こっちのやつも消えた。思った通りよ。あ、ちゃんと開けた。久しぶり、ちゃんと開けたの。宝箱、氷の矢、属性矢が結構貴重品ってこと分かってきたからな。頭んとこに1個あんね、象の脳みその大脳に当たる部分に。これはこっからいけるよね。よいしょ。で、ああ、もう、鬱陶しいな。ちょっと待って、コア的なやつどこだよ、お前の。いた。いたぞ、見つけた。死ね。で、もう来んなよ。くそ。めんどくせえな。よし。で、なんだ、これ回せばいいのか。燃えてる！あ、あれ制御装置か。制御装置が燃えてるから、違う。助けてあげようねのやつね。回せー、回せリンク。これで上がっ、違う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 んだ。そうだ、時計回りだ。お箸を持つ方向に回すんだ。ちょっとえ、限界になってんじゃん。あれ、これ以上持ち上げらんねー。正面からじゃないとあれかな、よくないのかな。はい、捕まえる。あ、でもこれ以上いかねえな。なんでだ。うん、下で何か不具合起きてる。いや、そんなことはなさそうなんだけどな。あの日どうにかして止めらんねえかな。あ、この日あれか、上空いてんのか。はーん、どっかで水かかるポイントがあんな。ちょっとずつ上げていこう。これじゃダメ、もうちょい上かな。あ、来た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 。これで水、おお、消えねえ。あれ、え、行き過ぎ。そうじゃねえだろ、止まれよ、ちょうどいいとこで。あ、来た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 。なんだ、ちゃんとここに水くんじゃん。てるるるるで、はい。やっとだ。手こずってんな。確認しました。残りの制御端末はあと2個。あと2個ね。で、あれ、でもあれだな、制御装置あの歯車の中にあるのか。よく見たら、ちょっと待って、うん、どういうこと。完全に地図的にここだもんな。ってことは、ビタロック、止まれ。ボールがそこにとどまってる状態で、やんだ。なぜか時間が止まる。なるほどね。残りの制御端末はあと1個。オッケー。絶対なんか俺攻略してる順番おかしいよな。もっと早くできるのばっかだったような気がする。残り1個が場所的にここなんだよね。つまりこれの下？あ、あそこにあんじゃん。あそこにあるけど、なんかあれの水の流れとか止めらんねえの？どうしたもんかね。ダメだな。
うん、端末動かすところじゃねえな。あそこってなんか水の壁扱いになってんの？絶対そんなことないでしょ。だってくっそ、あ、止まんのね。はい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 、あ、うまいことちょうどいいとこで止まった。そんなことないね。ちょうどよくないね、これ。ここだ。ぴったりじゃないですか。よし。いや、もうやっとよ。確認しました。制御端末はこれで全部。うん。メイン制御装置を立ち上げられるようになった。やったね。マップをよく見て。肛門どこでしょ？新しく光っている。うん。大きな印があるはず。うん、肛門どこでしょ？そこへ向かって。肛門ね。だけど気を緩めずに。肛門を緩めず？え？なんで？気もう緩めていいんじゃないの？完全に肛門のとこじゃん。あそこね。あー、なぜこうして、おお、なぜ、え、なんかことごとく破壊されるんだけど、俺が作った柱が。よし、ヒュー、はー、手こずった。割とガチで手こずった。順番ガチャガチャだったな、絶対。ほんと、うおお、なんで邪悪な気が。あ、でもそっか、操られてんだもんな、真珠ガノンに。そりゃ向こうは邪魔してくるのか。は？完全に強そうなんだけど。おい、大丈夫か、これ勝てんの俺。聞いてないっすよー、カースガノン。気をつけて。あれはガノンが作った魔物。気をつけてっつってもな。100年前、私はあいつに。お、敵？ミファー様の。でも、あなたなら勝てる。本当かよ。きっと勝てる。うわ。希望的観測。きっと勝てる。あの槍に気をつけて。うん。射程がすごく長い。すごく長いですか。おお、本当だ、すごく長い。てか俺はどこを殴ればいいの？攻撃するポイントかな。あ、普通にダメージ飛んだ。どこ攻撃しても。おう。いや、でもこの程度ならぶっちゃけゴリ押しできますよね。回復アイテムに物を言わせれば。もちろんそれはスマートじゃないから、できるだけスマートに行きたいけど。お、衝撃波みたいなの出すのね。あれをかいくぐりながら。うわ、ダメだった。ジャンプするタイミングガバガバ。うん、離れてると槍を投げてきて。そうとも限らない。射程がすごく長い。あ、すごく長いね。で、おお、素直にガードしていいのか、こういうの。ガードしてみよう。ガー！あ、そっか、俺やりつけてたわ今。槍じゃガードできないんでしたよね。片手剣か、これは。ガーディアンナイフ行こう。あ、ガーディアンランスってのもあったな。あ、でガードしてって話してたんだった。一瞬で忘れていた。ガードでなんとかできんならさ。あれ、すり抜けたぞ。ジャストガードで弾いてみようかなって思ったんだけど。あ、でもガードでなんとかしのげるな。よし、攻めろ攻めろ。うん、のけぞるだけだガードじゃ。お、あれ、今敵の体力見てなかったけど、もう終わり？あ、まだっぽいな。そうだよね、なんか早いなって思ったもん。第二形態ってやつですか。なんか素直にガードする。ん、足場が狭くなる。うわぁ、マジかよ。気をつけて。いや、気をつけてって言われましても。
あでも足元に来てくれ、あでもちょっとあいつ地上に降りてこなくなったぞ。ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ、本当に おんま卑怯もんめ、許さねえ。ちょっと待って、でもあいつ水なんだよな、ひょっとしてさ雷弱点だったりしない？ちょっと待って、どこだよあいつ、うどこだよあいつ、焼きバスで大丈夫、大丈夫じゃねえよ、おお、どこ行った今、あっ、あーでも削れる量は少ないな、あっちに行ってぶん殴る、あくっそ邪魔、邪魔だよ、手がせっかく今ダウン取ってんだから、まだ動くなよ、よし、ここでガーディアンランスつけつけつけ、あー落ちちゃった、待ってください、今チャンスだったんすよ、いやちょっと待って、あー雷の弓もったいない、避けながら隙を見て雷の矢叩き込んで、おっしゃ、またダウンを取れた、雷の矢ぶち込めばダウン取れるもんだと思い込んでましたわ、じゃあもう木の矢にしよう、で電気の矢をぶち込む、あぶね、あぶねっていうかめっちゃ食らってる、あ、来た来た氷の玉、あ、これ壊したんだ、これで、あの柱でそんな簡単に壊したんだ、よしで狙う、よっしゃダウン取った、取ったぜ、であそこに行ってこれで直接殴れるのでは、よしガーディアンランス行け、よっしゃいける、やったうわー、もうちょっとさあの氷のブロックを自分の出したやつじゃないと壊せねえって俺思い込んでたわ、アイスメーカーで、アイスメーカーだっけ名前忘れたけど、あれです壊せんの気づいてたらもっと楽でした。